さんこんばんは。ワールドインベスターズ TV がお送りする24時間テレビ生放送デリバティブアワーのお時間です。こんばんは。こんばんは。この番組ではですね、最近着実に個人投資家の参加も増えております。平均先物、あるいはトピックス先物、そういったですね、身近な商品を取り上げまして、デリバティブについてですね、個人の手法とかそういったことを幅広くですね、取り上げてまいりたいと思います。私、司会を務めます林投資研究所の林智之です。40分間よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回ですね、日本を代表する取引所、東京証券取引所、それから大阪証券取引所からデリバティブの専門家をお招きしております。それから業界からもですね、デリバティブの詳しい専門家の皆さんをお招きしておりますので、皆さんのお話をお聞きしていきたいと思います。まずコメンテーターの皆さんご紹介したいと思います。東京証券取引所、マーケット営業部ですね、デリバティブを中心にマーケティングを行っている、高谷明さんです。高谷でございます。よろしくお願いします。それから大阪証券取引所から松尾郁也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松尾さんも個人投資家、それから海外のプレイヤー向けに情報を発信していらっしゃるんですね。そうですね。はい、よろしくお願いします。それからですね、株ドットコム証券の河井辰徳さんです。よろしくお願いします。カウントストコム証券投資情報室、チーフストラテジスト、いろいろ幅広いですね、お話をお聞き、いただきたいと思います。よろしくお願いします。それから商品業界からですね、ドットコモディティ、六谷素直さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。六谷さんはですね、投資家育成プロジェクトというのをライフワークとして、そうですね、はい、いろいろ投資家サイドからもですね、デリバティブ見方、そうですね、そんなことをですね、はい、教えていただきたいと思います。わかりました。よろしくお願いします。それから本日の講一点、深田萌えさんです。よろしくお願いいたします。深田さんも幅広くいろいろトレードをされているので、はい、トレーダーの立場からお話を聞かせていただきたいと思います。はい、それでは早速始めてまいりたいと思いますが、まずですね、デリバティブというですね、派生商品と言われておりますが、なかなかとっつきにくいところもあります。言葉を聞いただけで難しいと。ただ、我々としては、分かってしまえば簡単なので、ぜひ覗いていただきたい、こういう、メッセージをね、投資家に発信してるんですけど、それでもなかなか敷居が高い、そんなところもあるかと思います。まずはですね、デリバティブとはどんなものなのか、これ簡単にですね、説明していきたいと思います。それでは東証の金谷さん、はい、デリバティブというのはどういうもの、どういうふうに説明したらいいんでしょうか。一言で言って難しいんですが、その皆さんご存知の株はいろんな個別株ありますけれども、それをその集めたインデックスが、日経225株価指数だったり、あるいはトピックスだったり、そういったものです。でそのデリバティブ、その日経225なりそのトピックスのその株価が上がる下がる、これをその予想して取引するのがまさにその先物ということになります。でさらにそれをその上がる下がるというところを権利で売買にしたのがオプションということで、オプションちょっとまた複雑ですけれども、ただ馴染んでいただければ非常に便利なものだというのは分かっていただけるんじゃないかと思っています。株価指数というのがね、意外とこうそもそも何なのかというのがつかみにくいところがあるんですけど、個別銘柄のオプション、オプションそのものがちょっととっつきにくいところはあるんですけど、個別銘柄のオプションがで逆に分かりやすいところがあったら、後ほどその辺のお話もですね、紹介したいと思います。松尾さん、代償はですね、日本ではあれですね、江戸時代17世紀ですか、世界に先駆けて米の取引が始まって、それからデリバティブの中心地と、そうらしいですね、言われるような場所でですね、今も積極的にですね、デリバティブですね、先ほどはじめデリバティブですね、積極的に取り組んでいらっしゃって、どうでしょう、デリバティブって何と聞かれたときにどんな風に説明しますか。そうですね、結構いつも困ってるんですよね。
ただ今言われたように実はそのデリバティブの最もこう中心になる先物取引が発祥の地が実は日本で、はい、もう江戸時代にその堂島あたりの米相場の取引でやられているというのは意外と知られてなくて、割とこう日本人としてはえっていうようなところだと思うんですよね。でそもそもデリバティブっていうのはその日本語で金融派遣商品ってよく訳されるんですけど、説明我々時々使うので、牛乳からこうチーズができると、はい、要は原材料と加工品の関係、それで、牛乳はこう液体なのでこう持ち運びがやりにくい、それをこうチーズでこう固めちゃって持ち運びを便利なものにしちゃうと、はい、から原料と加工品なので牛乳がこう値上がりすればチーズも同じように値上がりちゃう、要はそういうふうに実はこのデリバティブっていうのはこう使い勝手がいいような形にして値段はちゃんと連動するようにうまいこと作られた商品なんですよ、はい、なので、取り扱いしやすくて、原資産とちゃんとこう、はい、価格が連動すると、はい、原資産というのはその元になる、そうですね、日経平均株価とかそういったものですよね、はい、なのでまずはなんとなく実は使い勝手やろうと思うといいもんだと思って、はい、ちょっとこう見ていただくところから始めるといいのかなと思うんですけどね、はい、そうですね、金融派生商品デリバティブ、もうこの言葉だけでねアレルギーを起こす方も多いかと思うんですけども、結局はお金の約束事ということで一つ一つですね見ていけばそれほど難しいものではない、それから、無理やり作ったものではないということですよね。今チーズと牛乳のお話がありましたけれども、そういうニーズがあって投資家に生まれているのと、そういう捉え方をね、してもらいたいと思います。それでは具体的にですね、どんなデリバティブがあるのかということを見ていきます。データ出てきてますでしょうか。すいません、出てます。画面が、はい、これですね、はい、これは225の商品取引高の、推移表ですね、はい、では代表の松尾さん、簡単にご説明していただけますでしょうか。そうですね、実はこれ日経平均株価の先物、それからオプション取引の、全体のこう取引高の推移なんですね。それでちょっと結構画面が急速に変わったんですが、この画面でいくとですね、スタートが1988年、この辺から先物取引がスタートしてもう20年以上だと。それでスタート後4年ぐらいで実は日本のバブル時代に取引金額ベースでは世界一の上場デリバティブ商品になったことがあるんですね。その後見ていただければ分かるようにこうちょっとこう引っ込んだ鍋底みたいな形で長期にわたってこう停滞をしていまして、この部分そうなんです、はい、それがやっと2005年あたりぐらいから徐々にまたこう増加に転じていったと。そして実は株式のマーケットが今低迷をしていると言われているんですが、ここ数年間過去の最高の取引高を更新し続けているということではデリバティブ市場というのはすごく活況な状況です。なるほど、はい、この目立つのがこの緑のところ、225ミニ、はい、これが非常に増えている。そうですね、これ金額ベースになっても単純な取引枚数ベースなんですね、はい、ちょっと少しだけずるいところはあるんですが、なるほど、枚数ベースでいくと2006年にこのミニという新商品というか小口化した商品がスタートして、はい、こう一気にこう個人投資家さんも参入しやすくなって、はい、それで、この緑色の部分が特に、はい、シェアを大きく伸ばしているような感じですね、はい、日経225先物というと1枚の、ね、金額がちょっと大きいんですけど、はい、ミニというのはこれは、どれくらいのサイズなんでしょうか。その日経225先物、通常ラージとか言われてますけど、はい、これを10分の1にしてますから、はい、例えばラージが60枚必要だとすると6枚でできる、はい、そのぐらい、6枚だとですね、はい、ちょっと FX 数としては少し高めの方ですかね、はい、個人の方々でもただこう取引しやすい金額かなと思いますね、はい、なるほど。ということで、個人投資家の参加も相当増えるという、はい、こういうことですね、はい、はい、それでは東証のデータもありますか。はい、東証では、はい、トピックスですね、東証株価指数と呼ばれるものの先物、それからオプション、はい、これが行われているわけですけど、そうですね、どうでしょうか、ライバルの代表さんと比べる
あの東証あの大証さんがですね、まあ、日経225、日経平均株価を、中心としたデリバティブを上場 されてるのに対して、はい、東証ではむしろこういろんなタイプのデリバティブがたくさん上場してます。なるほど。でフリップを1枚戻していただくとですね、あ、ごめんなさい、逆の方ですね、もう一個、あ、こちらですね。で、はい、あの東証にはいろんなデリバティブを上場してまして、その株絡みのもの、エクイティデリバティブというふうに表現してますけれども、株を、減少品としたデリバティブも上場しておりますし、あとは金利、債券を、減少品としたデリバティブも上場しています。で代表的なものとしては、エクイティで言いますと、トピックス、東証株価指数の先物というのが非常に代表的な商品で、金利の方では、債券の先物、これが、オプション、この辺りが代表的なものになっています。で個人向けということでいきますと、この黄色のところのミニトピックス、ミニ JGB 先物、あと有価証券オプション、これ個別株のオプションですけれども、はい、こういったところが最近注目の商品になっています。なるほど。このミニトピックスというのは、まあ、日経に、ね、先ほどの同じような10分の1サイズ、はい、やはり10分の1ですね、はいはい。で1枚進めていただきますと、こちらの方トピックス先物の方の出来高の伸びございます。で大正さんの日経225と同じように、まあ、最近のところでボリュームが伸びておりまして、はい、まあ、日経225かなり個人の方にも馴染みがあるんですが、トピックスも同じように非常に流動性がある商品でございます。でさらにもう1枚言っていただきますとですね、最近注目なのがこの株オプ、個別株のオプションのところでございまして、これが最近ですね非常に急速に取引高が伸びています。伸びている原因としては2つありまして、最近株ドットコム証券さんをはじめとしていろんな証券会社さんでお取り扱いになられましたので、非常にその個人にも馴染みがある形でお取引を進んでいるという形です。はい、もう代償に負けじといろいろあるよということでまた仕事ですね、松尾さんからも反撃していただきたいと思いますが、はい、河合さんにお聞きしたいと思います、はい、まあ、お客さんの動向なんかどうですか、デリバティブに対して。いや、この9月震災以降で商いが一気に先物増えてますよね、9月からね。で実際に商いの増え方を見てると、震災以降って実はそんなに先物ってあんまり人気がなかったんですよ、この半年間、はい、それがやっぱり9月になって急激に増えてきてる。なるほど。まあ、背景考えると当然、欧州、米国がどうも怪しくなってきてるっていうところから、先物の利用が始まってきたんだというところですね。なるほど。はい、ですから、この半年間実はすごくもったいなかったんですよね。もったいないというと、まあ、当然ボックスを70立ち上げぐらいずっと続けた上でもうボックスの動きがこうついてましたから、基本的にはこの9月になってから初めて先物が動き出して商いが増え出したってことは、ある意味投資家の方もそこに注目してるんだろうな。これはやはり、まあ、夜の間も取引ができるとか、そうですね、あれ1月以降でしたもんね、1月16日ですよね。で考えたらですね、林さん、7月19日でしたっけ、19スタートで、3時まで、夜中の3時までやるということは、ニューヨークは11時半から始まってるわけですから、実はトレーダーの方は本当は、11時半から張っていっていいはずなんですよ。なるほど。はい、それが7月スタートで大正さんが3時までやると、で11時半からニューヨーク始まってるから、それを見ながら誰よりも早くに日本の株を触れるんですよね。はい、でそれが9月になってやっと出来高ができてきてっていうことを考えると、まあ、今おそらく3時まで伸ばした効果がやっとこの9月になって出てきて、大正さん上のかなって思ってるんですけどね。なるほど。まあ、今ね、夜中の2時半を回ったところですけど、まさにこの時間もですね、お酒証券取引所では、ナイトセッション行われているということで、またその辺も後ほどですね覗いてみたいと思います。それでは奥谷さん、はい、まあ、デリバティブといえば商品先物、そうですね、はい、まあ、先ほどからお話出てますけど、株価指数とか意外に分かりにくいというところでですね、もともと商品先物でですね、はい、まあ、現物の流通があってそれで先物が生まれたとか、はい、でそれに派生、さらに派生してオプションが生まれたとか、はい、こういった歴史があるかと思います、はい、その辺のところ身近なものをですね、そうですね、話題に取り上げてですね、分かりました、簡単にご説明していただきましょう。はい、まず最初にですね、冒頭、まあ、お二方からですね、デリバティブって何っていう、まあ、ご説明があったと思うんですけども、
と中学生でも分かるような、まあ、例に出してみたいな、はいはい、デリバティブって何って分からないというのは私がよく使う例え話なんですけども、はい、例えば、僕がですね中古車屋さんに車を買いに行くとしますね、はい、で車を買いたいんですけども、まあ、僕の欲しい車がないので、はい、中古車屋さんに車探してよっていうわけですね。条件を言って、はい、何年式の僕カローラが欲しいと。なるほど。何キロぐらいしかしてない、まあ、条件を言うわけですよね。で僕、100万ぐらいだったら買いたいから100万ぐらいで売ってよっていうことで、はい、値段を最初に約束するわけですよね、はい、で僕手付金で10万置いてからと、はい、うん、でももう契約はもう実際に車と車納車するときに僕残りの金額払うね、90万払うね、はい、ただしもうその瞬間にもう売買契約は成立してると、はい、ただし信用のために10万円の手続きを置いていくと、はい、そして後日車が見つかった時に僕は残りの90万を払って現物を受け取るんですけども、はい、その時に一つだけルールがあって、はい、僕所有権はもう10万円の手続き金を払って売買契約ができた時にもう僕の所有権になっているので、はい、その後実際例えばカローラの中古車価格がですね相場がガッと上がった時に僕はもう売ることもできると、はい、なるほど。ということをするとデリバティブって一言で言うと何かというと現物取引といわゆる将来の取引、はい、うん、今は現物とお金のやり取りはしないけども将来、売ったり買ったりしようね、お金と品物交換しようね、はい、っていうような取引のことをすごく分かりやすく言うとデリバティブだと私知ってるんです。まあ、要は権利の売買なので ね、 そうですね、説明もありますよね。いわゆる先物とか先渡しとか、はい、まあ、もちろんオプションもそうなんですけども、はい、将来に、実際にお金と物をやり取りしようねという約束をするような取引のことを全てデリバティブっていうんで、私はあの分かりやすく説明してるんですね、はい、なるほど。で先ほどのその歴史の部分に今言っちゃっていいですか。ですね、また後ほど詳しくですね、はい、させていただきたいと思います、はい、それから、すいませんお待たせしておりますが、深田さん、まあ、深田さんが今取り組んでいるのは FX ですね。あ、はい、 FX 原株系に、はい、あ、幅広くですね、はい、まあ、そうするとまあ現物でありデリバティブでありと、はい、まあ、その辺は本当に区別なくやってらっしゃると思います。なんかどうやったら投資がもっと便利にフレキシブルにできるんだろうっていうことを考えてると、はい、どうしてもそのデリバティブズにもこう憧れの気持ちを抱かざるを得なかったっていう、はい、はい、株式投資家としての21、2歳だったのかなっていう頃でして、はい、やっとそのお金もある程度貯まって、はい、やっとデリバティブズを触れるようになったら、あ、やっぱその先物だけだと、まあ、レバレッジはかかってるけれど、はい、ちょっと芸がないよね。なるほど。まあデリバティブ使うことで選択肢が広がるということですね。やっぱそのオプションに移行して、はい、それでも飽き足らず、じゃあもっとプロの世界ってどうなんだろうと、はい、その証券会社に入って、まあ、2世代、3世代、4世代、5世代のオプションまでやるぞとか思って、行ってみると、ね、ここまで行くと結構面倒くさい。でもまあ、本当にね、分かってしまえばそれほど難しいものでもありませんし、本当に面白いものだと思います。でも、やっぱオプションのオプションとか、はい、そのルックバックオプションとかって後ろを振り返る形の累積型のオプションとかもいろいろその進化してあるんですよね、プロの世界では、はい、でもそこまでいくとやっぱりこのバニラに近い方のやっぱその先物とか第一世代のオプションってやっぱり簡単で使いやすいんですよ。なるほど。ただやっぱりこれって個人投資家向けにすごくシンプルで分かりやすい。そのオプションってもっと難しいのがいっぱいある、もっと意味が分からないのがいっぱいある中でこんな簡単なオプションが広まらないはずがないって私逆に思いますよね。はい、まあ、その辺のところですね、後ほど具体的な事例とかですね、はい、手法とか、そういったことを取り上げてですね、話をですね聞かせていただきたいと思っております。それではこの辺りですね、今回 CM を挟んで、では60秒後にまたお会いいたしましょう。それでは CM どうぞ。
Tokyo, a bustling metropolis which is a focal point of cutting-edge technology and activity in a wide variety of fields. Together with Europe and North America, Asia is one of the three main regions of the world. As a financial hub of Asia, Tokyo wields substantial influence on the economic world. The Tokyo Stock Exchange is Japan's largest exchange and one of the world's most important securities markets. TSE accounts for an overwhelming share of more than 90% of the yearly trading volume of all stock exchanges in Japan. It's comprised of the first section, second section, and mother's equity markets. The derivatives market for both futures and options based on topics, a representative stock price index of Japan, and derivatives based on government bonds, which are important indicators of long-term interest rates. TSE also lists a wide array of other securities such as real estate investment trusts and other domestic and foreign investment trusts, thereby greatly contributing to the development of the Japanese economy. Now let's take a closer look at TSE, the main stage of the Japanese economy. はい、それではですね、先ほどまあ、大阪で、はい、先物が発祥したという話がありました。最初お米の取引でしたよね。で、まあ、日本でも72年ぶりに米の先物が復活したということです。そのあたりのですね、お話を簡単に奥谷さんから、はい、お願いします。はい、はい、じゃあ紹介いたします。というか石田さんなんか一人でビール飲んでます。ありますよね。それビール。つうかね、石田さんいつの間に、はい、登場させていただきましたけど、ちょっと今何時だと思ってるんですか皆さん。2時半。2時半でしょ、はい、この深夜の時間に2時40分。そんな何かたい感じで話してるんですか。そうですよね。いや取引所さんだけに硬いんじゃないですかやっぱり、私聞きたいのはやっぱり大商さんと東商さんって本当に仲悪いのって聞きたいんですけど、まあこっちは割とデリバティブは仲いいっていう先ほどおっしゃってたんで、まあそちらさんに夜のメンバーじゃないですか、はい、そうですね、夜の川合さん、夜の六谷さん、夜の萌えちゃんじゃないですか、もう夜メンバーが否定はしません、ね、否定はしません、もう夜らしく深夜らしく、そうですね、でデリバティブってただでさえ多分一般の人に難しそうなイメージを与えてしまうんで、なんだかね、柔らかくとっつきにくいと、そうですね、だそんなところでね、身近なところで、そうですね、飲みながら話しましょうよ、お米ぜひ、はい、それじゃあ一つ林さんがお米の話をしたいということですので、飲み物の注文とトークが被っておりますから、ね、はい、飲み物の注文どうぞ、石田さんと一緒のもので、はい、先に飲み物の注文をします。同じもの生ビールで、生ビール2つお願いします。2つ、ミックス、生ビール、はい、6個です。じゃあ全員生ビールで、はい、はい、はい、じゃあ、ビールを待ちながらですね、はい、お米の話を、はい、お米、まあ、農家さんといって、はい、いろいろな経路で我々のところに、そうですね、はい、私たちが食べると、お店でも使うと、はい、なんで先物があるのか、うん、こういうことですね、はい、まずデリバティブ、先ほど、ちょうど大正さんから説明があったと思うんですけども、日本で初めて世界に先駆けて誕生したというお話があったと思いますが、はい、私もデリバティブっていうのはもう日本の財産だと思うんですね、はい、日本人の知恵の結晶というか、もともと江戸時代にですね、農家、まあ、日本はもうお米を食べる国ですから江戸時代はいろんなお百姓さんがお米を作るわけですよね。でそれに、まあ、流通業者だとか、まあ、実際に商人だとか、まあ、いろんな形がこのビジネスに携わっているわけなんですけども、まあ、天候っていうのは人間がどんだけまあ、経済とか英知を働かせても天候は管理できないと、はい、雨が降るときは降り続けるし、ね、降らないときは全然降らないし、お米は農産物ですからね、ね、天候に左右されます。そうですね、はい、で、まあ例えば武田信玄とかもそうなく、治水とかですね、はい、まあ、キャラ光介の助とかも有名なんですけども、要は、治水、水を整えたっていう人結構いるんですけども、といってもまあ今ほど技術もないし、ブルドーザーもないし、はい、治水ってそんなに作れないですよね。じゃあどうしても天気が悪くなると米が取れなくなる。そうなった時に、百姓さんにしてもそうですし、流通業者さんにしてもそうですし、在庫を抱えてしまうかもしれない商人ですね、はい、の方たちが何かいい方法ないかなということで考えたのが、いわゆる帳合米取引という帳簿上での取引なんですね、はい、
現物のお米の取引と超曖昧取引、帳簿上のお米の取引、これがまあ言うなれば先物取引の原型なんですけど、先ほどの車の話だったら、まあ、欲しい車があってこれくださいと、そうですね、まあ、これが現物の取引ですね、そうですね、で欲しい車がないと、うん、あるいはまあこれから入荷するか、そうですね、それを約束しとくと、で例えば私が農家だとしましょう、で僕が例えばじゃあ分かりやすく1ヘクタールの、まあ、1反でもいいですよ、はい、田んぼを持って毎年例えばじゃあ分かりやすく100キロの米を作れる生産能力があるとしますね、じゃあ来年も100キロの米作れるだろう見込むわけですよね、で来年100キロの米作るんだけどもお米の価格ってどうなってるか分からないですよね、はい、いっぱいできて安くなってるかも分からない、でも僕今の値段で来年の100キロも売りたいなというふうに思った場合に1年後に生産されるはずのお米を今の値段でもう誰かに売りますよという約束をするわけですよね、はい、でそれでその値段で買ってくれるよっていう人がいればそこで売買契約が成立する、はい、こういったのがいわゆる先物取引の、まあ、ルーツというか、まあ、今でもそうなんですけども、これが1700年代にですね、はい、あの江戸幕府が認めてそれが今の代償になってるんですね、数百年前に、まあ、我々日本人がデリバティブを発明したと、そうですね、江戸時代の賢人の知恵ですよね、そうですね、だからあの、まあ、私たちもね改めてこう勉強して、うん、もっともっとデリバティブの市場をですね、そうですね、盛り上げていかなきゃいけない、難しいと思われるかもしれないんですけども、言葉が難しいだけであってですね、いやそうですね、すごく仕組みは簡単なんです、ね、私もあのデリバティブを説明するときに、バラバラにしてですね、結局お金の約束が重なってるだけですね、そうですね、というふうに説明していくとですね、まあちょっと時間はかかることもありますけれどもね、あのなんとか分かって、そうですね、でそれで実際の値動きを見ていくと、うん、さらによく分かって、なんだこんな簡単なことだったのか、そうですね、大体ねそんなもんだと思います、ね、デリバティブがよく難しいと思われる最大の理由というのが言うなれば手付金で取引できるからなんですよね、はいはい、1年後の100キロをじゃあ例えば1万円で売りますねという時に、とりあえず1000円だけ手付金を渡しておくという、そうですね、こういった要は信用をまた手付金で取引できるので少ないお金で取引できるので難しく感じられるんですけれども、あの理屈はすごくシンプルというか原始的な取引ですよね、まあ、そうやってあの先のことを約束ができると、はい、そういうことを約束そのものをね、うん、また取引してと、そうですね、今はまあお米の話がありましたけど実際にね携わっている方が、そうやってですね、ヘッジの機械を作るとか、うん、いろいろ便利に利用すると、そこに私たち投資家がまた参加して、うん、売ったり買ったりができると、はい、まあ、これがデリバティブのマーケットですよね、あのまあ、お米の話で、少しね分かりやすくなったかと思いますけれども、実際今度はですね個人投資家の方が、関わっている現物感、これをデリバティブ、まあ、ちょっとまた言葉がね難しくなっちゃうんですけど、カバードコールっていうのがありますよね、高谷さんが一つですが、簡単にカバードコールという個人投資家おすすめの手法と言っているんでしょうかね、説明してもらえますでしょうか、今ご紹介になったカバードコールなんですが、これは私どもで上場しています株券のオプション、個別株のオプションを使った投資手法として、個別株のオプションですね、はい、日経平均とかそういう指数ではなくて、日経平均でも、まあ、できなくはないんですが、はい、まあ、一般的な形としては現物株をお持ちの方が、はい、このオプションを使って、うまく、はい、収益を上げようということです、はい、なるほど、ちょっとオプションそのものがね知らない方には、はい、またこれが分かりにくいんですけれども、はい、でそういう意味で言うと、じゃあオプションって何だって話なんですが、はい、個別株のオプションは例えば個別株ソニーだとか京セラだとか、そういう個別株を、将来買う権利、一定の値段で買う権利、あるいは売る権利、これを売買するというのがオプションです、ね、で買う権利のことをコールオプション、売る権利のことをプットオプションって言うんですが、だんだんここまで言っててですね、なんか難しい話になってきたなっていう感じはするかと思うんですけど、要はですね、買う権利っていうのはソニーの株が上がれば買う権利であるコールオプションは値上がりします、で売る権利であるプットオプションはソニーの株が値下がればやっぱり、今度は値下がるとプットオプションは値上がりします、はい、そういう関係です、なので一番簡単に覚えていただくのはソニーが上がると思ったらコールオプションを買う、はい、ソニーが下がると思ったらソニーのプットオプションを買う、はい、というふうに考えていただくと簡単です、上がると思ったらコールがいい、下がると思ったらプットがいい、そういうことです、でじゃあ株でもオプションでも同じなのかっていうと、実は買える金額が違ってまして、
例えば今ソニーの例だとソニーってやっぱり20万弱ぐらいしますよね、はい、まあ、最低単位ですね、はい、でそれが、オプションの場合はこれ権利の売買ですので買う権利売る権利の売買ですので極端な話1万円ぐらいからこれが買えてしまうんです、はい、なんでソニーが上がるでもやっぱり20万もお金ないねってすいません皆さん買わないですすみませんじゃあ川井さん乾杯なんか宴会大賞のあいやいやもうデリバティブに乾杯ではい乾杯こんな夜遅くまで見てくださってる方にも乾杯、はいはい、皆さんすみませんいただきます。ちなみにですね24時間テレビが初ですね飲みながらっていうのはえそうなんですか夕方5時からスタートしてますけどこの番組、うん、出演者が飲んでるっていうのは初めてあまあ2時ですいい感じです、まあ、時間も時間ですあもう飲ますか林さんそろそろ引けますよ2時56分時間帯ですしです、ね、あごめんなさい、はい、質問がなんですけど私なんか東証の個別化オプションって結構昔からあった気がするんですけどなんか流動性ないから使えなかったですそれでなんでその笑いがバカにしちゃったそうなんですよねでその通りまさにですね、はい、そういった深田さんのような投資家の方にですねお答えするためにここ何年かちょっと市場改善を行っておりましてで昔はですねもう全然プライスがなかったので売れない買えないという状態だったのがこれを改善してもうプライスが出るようにしましたいつでも買えますよ、あとどこの証券会社に行けばいいんだっていう話もあったんでもう株コンさんをはじめですねいろんな証券会社さんでだんだん取り扱いになります、なので、今クイックマネーライフとかそういったサイトでプライス出してますけどもちょっと気になったらそのあたりチェックしていただいていや私前からね個別株のオプションやりたかったんですけどアメリカの個別株しかないんで、はいはいはい、しょうがないからアメリカ増田助美さんに勧めてもらって、はいはいはい、アメリカの個別株のオプションはやってたんですけど、はい日本でなんかそんなに流動性ができたって全然知らなかった、ね、アメリカとか韓国はね非常に活発にできてるんですけど日本はまだまだところが先ほどデータもありましたけど伸びてるんです最近の取引がぐっと伸びてます今まではトヨタのオプションやりたい人もわざわざアメリカの ADR のオプションやってるそうですよねもう今は東証のトヨタ株のオプションオプションだけだとね、こうちょっと危ないところもあるんですけど、はいまあ、そこでカバードコールなんですね。カバードコールと、お待たせしました。話を戻してですね、はい、カバードコールの説明を、はい、続けてもらいたいと思います。いや、したいしたい。皆様おなじみの塩漬け株。そうです塩漬けどうしようもない塩漬け株、はい、これでどうやって利益を上げましょうかっていう時に上から粉まくようにオプションコールオプション売るんですね買う権利を絶対この株値上がりしないでしょうっていうどうしようもない株売りたいけど売ったらもう評価損益がもう確実に実現しちゃうよっていう株に上から同じ銘柄のオプションを売るんですねそうするともう絶対上がんないなんかねこの株が上がるでしょうって思って上がることはないんですけどこの株上がんないでしょうって思ってる時に上がんないですよねそういう時に個別の株を上から売ってるとなんかちょっと気休め程度にこの売ったコールオプションで利益がちょっと取れていくんですよね、まあ、コールオプションを売るってことは実際値上がりした時にはそのコールオプションが大きく値上がりしてコールオプションの方は損失出るんですけど、まあ、売り方やられるわけですよね現物株も上がってるんで、ね、損失そのスプレッド分は利益を保持したまま損失っていうのは拡大しないんですよね現物を持ちながらコールオプションを売るとまあ、ね、現物が値上がりしなくても、コールオプションの売りで利益が入ってくる、はい、まあオプションわからない方にはね何の話だっていうところもあるかと思うすごく便利でだからその、まあ、そういう便利な手法が個人にもあるよと、はい、そういう話ですよね、はい、お手持ちの株が上がらなくてもオプション料が入ってくるので、はい、そこは儲かります、はい、で上がれば今度は株が高い値段で売れるのでそれはそれで儲かりますでものすごく上がった時はもともと約束した値段でしか売れないですけども、はいね、ただものすごく上がることがなければ、まあ、ベラボーに上がった時にはね、はい、損した損したというか利益、利益を取り損なったということになるっていうぐらいなんですね、はい、ただ損失はないと個別株のいいところって値上がりするときゆっくりなんですよね意外となるほどゆっくり上がってくるんで、まあ、ゆっくり上がってきたらコール外せばいいんですよコールの売り外せないんでそしたらあとは自分に、持ってる保有株生き返ってくるのをああよかったよかったって拝んで楽しめばいいんで小田さんもそうするとですね、はいまあ、なかなかこう値上がりしないまあ、株を持っててコールオプションを売ればいいので、そう値上がりしない、まあ、銘柄だとコールオプションの値段も安いんじゃないですか。ああ、そうですね。まあ、その辺実際どうなんでしょうか、高谷さん。個別株のオプション、はいまあ、なかなか売りにくい銘柄。
上がりに上がらないだろうと思われてる銘柄、はいはいはい、そうすると、上がった時にね、値上がりするコールオプションも、はい、どうしても安くなるんじゃないかと。そうですね。ただ結構ですね、東証で今上場している、個別株オプションって、160ぐらいなんですね。でそのうち、メジャーな、コア30の銘柄については実はプライスが出ているということなんですが、その中で見るとですね、やはりそのボラティリティの高い銘柄、低い銘柄いろいろありますけれども、それなりにやはり値段、魅力的な値段がついています。その辺は東証さんの努力で、マーケットメーカーが入っています。今その個別株のオプションのプライスとか見れるんですか、はい、ですね、すぐには見れないすぐには見れないですね。ただネットでクイックマネーライフとかっていうサイトを見ればですね、はい、そこはいやもう私もなんかこの会社潰れるんじゃないのかなっていう、はい、おこぼらでやってもう狙いたい狙いたいやつなんですよもう日本の経済終わったこの会社潰れるかなみたいなね、会社あるんですよ自分の心の中で。すごい楽しみにしてるんですけどまあデリバティブを使うとですね、そういった狙いをですね、自分のポジションにすることができるんですね。ただね、やっぱね、空売りするほどじゃないんですよね。はい、空売りすると、なんか踏み上げられた時に自分がやられちゃうから、プッと買っといて、この会社潰れるんじゃないのかなっていうのを、こうやってじっくり楽しみたいっていう、ね。もし下がればこう、ドーンとプッとが。ブーンと上がるんで、まあ、ただし、空売りやってると逆ひぶでやられたりして、結構やけどしちゃうこともあったんで、それだったらそのあんまり盛り上がってない個別オプションをプットとか買ってる方が意外と惜しいかもしれないです。空売り と、オプション買いの違いは相場の自分の考えてる逆に言った時にオプションはそれ以上損しない。空売りの場合は逆に言った時はまあそれだけやられちゃいますけども、オプションの場合は最初のオプション料だけしか損しないので、そこは特徴です。そうですよね。オプションの場合ね、買いと売りでもう大きく違いますよね。株のまあ買いと空売りという違いではなくて、その辺のところはですね、勉強していただきたいと思いますが、とても便利なものがゴロゴロあるよと、こういう話ですね。でもこんなお話をしている間ですね、はい、大阪のナイトセッション終わりましたね、はい、大阪証券取引所のナイトセッション、ちなみに引けがですね、引けました、はい、引けました。いくらですか引けは、8000、ピクッと上がった、あかも8000、お先物でですね、はい、8400、違うわ、ごめん、8000、今日、アジアはじめですね、世界の株式市場が下げてるんですけれども、はい、その中で、8320円、前日比でいうと、安値が8300当円ですから、前日170円安、これは夜間にやってる、日経平均先物ですよね、はい、やっぱり安値が8300当円ですから、もうギリギリまで行きましたね、はい、松尾さん、このナイトセッションというのはいつから、はい、行われてるんですか。ナイトセッションという名前になったのは7月の19日からです。その前のイブニングセッションですね。そうなんですよ、はい、11時半というちょっと中途半端な時間では、はい、まさにその先ほど言われた冬であればニューヨークが始まる頃にパタッと終わるという。いやこれ松尾さんね使えますよね。その単純な先物スペキュレーションでいいんですけれども、ニューヨーク始まるのが11時半でしょ、はい、11時半で、みんな酒飲んでいっぱい飲んでる頃に虎視眈々と夜中にやるトレーダーたちはですねニューヨークがやや下がってると、じゃあ、ナイトセッションで売りかけといったら、今でしたら、2オーバーナイトなんですけど、月曜日に朝にポンってリグイができるっていう状況ですから、ね、特に今日見たらもうまさに今日なんですよ。今この夜に酒飲まずに11時半からニューヨーク見ながら、ニューヨークが430ドルドーン下がってるのを見ながら、ナイトセッション大小ナイトセッションやってると、そのまま他の人たちよりも安いところで仕込んで、で月曜日にその値段どうせつらってくるわけですから、そこでポーンってリグエるわけですから、今日ですねまさにねやってるとすれば、だからこれご覧になってる方でもう単純なスペキュレーションでいいんですけれども、先物をガンと今やっておられる方は月曜日はもう楽しくのを迎えれるっていう感じなんで、ますますトレーダーの方々は夜寝れないと、こういう状態でしょうね。
まあ、ちなみにね、多くの方が寝てるこういう時間に、取引をやってるということなんですけど、松尾さん、あの参加者はどういった人たちなんでしょうか、このナイトセッション。そうですね、はい、あの今の段階では実はまだ個人投資家さんのシェアが日中以上に大きいんですね。あ、なるほど、昼間仕事をしている方が夜やれるっていうところもありますね。それと林さんね、あれなんですよ、あの金曜日にやれるのがいいんですよ。なるほど。あのだいたいマーケットってやっぱりあのアメリカの市場が週末にみんな集中してますから、金曜日あのとあの現物が終わったと、でその夜に勝負かけに行けるって言ったら、やっぱりそのニューヨークの夜っていうのが一番、週末なんて一番大事なんですよね。なるほど。それが一番おいしいですよね。週末だけ飽きない増えるとこないですか。そうですね、まあ、あの本当に敏感なもので、もう値幅がその場出れば、うんうんうん、当然もう出来高が増えるので、それによって違いますか。なるほど。多分今日も100円以上値幅が夜間だけで出てるんですよね。あの出来高それなりにやっぱ出てるんじゃないかと思うんですよね。きっとなんかね、週末ナイトトレーダーみたいな、そういうのがなんか流行ってくるんじゃないかなと。だってあの雇用統計ナイトもそうですし、みんな結局週末に全部アメリカの雇用統計があると、でそれで11時半からスタートして、それ見ながらできるわけですからね、そこは有効かなと思ってるんですけどね。なるほど、はい、ですね、はい、もうこの時間に取引やってて、これは使えるというお話ですけれども、東証の田谷さん、はい、いかがでしょうか。大証はこの時間でも取引をやってる、たった今引けたところですからね。はい、はい、ライバルの大証さんが、トピックスどうしますか。はい、トピックス どうですか。はい、反撃お願いします。はい、でですね、あの遅ればせながら、遅ればせながら遅ればせながらなんですが、はい、まあ、この秋ですね、11月21日からトピックス先物、まあ、あとは東証の方は国際先物なんかをやってますので、そういった先物オプション、について、どうせ、イブニングセッションを11時半まで、まずは伸ばさせていただきます。なるほど。で、まあ、ちょっと大正さんの7月以前の状態ではあるんですが、まだ3時間半ほど負けておりますが、はいはい、どうでしょう。まずはちょっと11時半までやらせていただいて、はい、でさらにその後もうちょっと長くっていうのを、はい、その先考えたいと思います。なるほど。はい、でまずはまあ、ヨーロッパ時間帯も、まあ、カバーできる時間があるんですけど、やっぱりちょっとずつなんですね。そうですね。そのうち24時間になっちゃうんですかね。でもコモディティはもうかなり24時間ですよね。そうですね。ただ日経225とか、例えば株式、個別株っていうのは基本的には国内マーケットじゃないですか。例えばトヨタ、まあ、ADR があるのは別ですけども、まあ、国内のマーケットで、だからコモディティっていうのは、まあ、基本的なグローバルなマーケットですよね。まあ、ショーズとか一部国内のマーケットのものありますけれども、ゴールドだとか大豆だとかっていうのは世界中で取引されてますので、はい、日本で取引時間が終わったとしてもヨーロッパだ、ニューヨークだっていうふうに取引がずっと24時間動いてるわけですよね。はい、呼び名は変わりますよ。円建てだったり、ね、ドル建てだったりと変わりますけども、常に動いてますので、やっぱりコモディティっていうのはやっぱり常に24時間動いてないと、もちろん FX もそうですよね。でコモディティは、まあ、国内のコモディティマーケットは今4時まで、朝の4時まで動いてるんですね。はい、貴金属はそうなんですけども、穀物はまあ11時までしか取引できないんですけども、ただ寝る時間がなくなってきちゃいますね。そうですね、はい、ただ、まあ、それぞれ、まあ、プロのトレーダーはその中でね、時間を限定して、ね、まあ、自分の得意技をね、やってるんでしょうけれども、ね、とにかく選択肢が広いということですね。で実際、先ほどちょっとあの参加者の顔ぶれっていうのはちょっとお話があったと思うんですけども、はい、私もまあマーケティングでデータを見るとですね、はい、もう2時3時になるとですね、まあ、ニューヨークでって、まあ、大体午前中仕事したらもうみんな帰って値動き止まりますよね。はい、たまにマーケット薄いところを仕掛けて朝の4時とかにマーケットスコッと動くことあるんですけども、大体もう2時3時になってくると取引なくなってくるんですね。はい、取引時間が一番多い時間っていうのは夜は11時から12時1時ぐらいまでなんですよ。はい、日本時間でいうとですね。でニューヨーク勢が入ってきたところっていうのはやっぱり注文がそこに集まりますから、エネルギーが溜まりますので。あ、なるほどね。大体も1時ぐらいで、あとはもうなんとなくゆっくり動いてるっていうのが多いですね。まあそういったグローバルな視点もね、出てきて面白いですね。ですね。ちなみにここにビールを持ち込んだ石田さん、はい、まあ、グローバルといえば世界から見てこう日本のデリバティブ市場、先物オプション、こういったマーケットはどうなんですか。さっきの萌ちゃんが言ったように、なんかすごい便利な道具だなとは思う。便利な道具ですけど、はい、まあ、なんせ僕ちょっと夜弱いんで、まあ、こちらの3人え、違うでしょ、夜弱いんだけど朝が弱い。夜が強くて朝が、夜弱いんですよ。そうなんですか。いやでも私自宅でね、オープニングの状況を見てたら石田さん眠そうで、今の方が元気そうだなと思いました。いやもうだってあれですもん、さっきからもうミンミンダハとか飲んでますからね。あ、ミンミンダハですね。なるほど。でも私も2日ぐらい寝てないんです。あ、そうなの。2日寝てない、2日ぐらい寝てない。
元気ですね。でも今日が面白かったらいいかなって、まあ、でもあれですよね、昼間勤めてる人が、まあ、夜さっき言ったように飲んで家帰って、じゃあちょっとお小遣い稼ぎしようかなって考えた時に、その寝る前までのちょっとした時間でね、そうそう、で多分特にお父さんたちが週末にナイトセッションでやるっていうのはやっぱり週末が僕が一番ポイントだと思ってるんですけど、さっき深田さんのあれで言うと、今ねオプションで言ったら今日の動きで見たらね、7250円の250のところが異常に上がってるんですよ、オプションで言ったら。ということはやっぱりそこにみんな7250まで行くっていうことを呼んでるんだなっていうことが、あの出ればしなくても個別の単なるスペクレーション見るときでも、そのオプションのその250のところがえらい値段が上がってるってことは、みんなそこを呼んでるんだっていうことは、マーケット全体がそっちに行くっていうことですか。まだまだ下がる可能性があるそうなんですよね。でもそうやってなんかやっぱりオプションの動きとか見てて、そのこれほら250が板オプションでその一番そのこう値段が動いたところってやっぱそっちに向かうんだなと思ったら、その時にそのオプションでそのポジション持ってなかったら、そこまで落ちるの待ってから拾いに行くのもいい。あ、そうだね、そうだね。こうあのその時でも値段上がってるでしょ。今まで37250で55円だから、だからその辺をこう戦略的に考えていくと、いろいろオプションって使えるでしょ。本当タイミングの取り方、いろんな戦略で、ね、週末ね、やっぱりここにトレーダーが集まって、こう朝7時までやってるのよ、うん、週末、うん、このカフェ。なるほど。で、まあ深夜0時とか1時とかにノートパソコン開いてガチャガチャやってるトレーダーとか、うん、まあ、このカフェから注文を出してるってことですね。ここからね、はい、その注文先はカムドットコムかなやったの。いや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 、はいはいはい。いやだけどですね、本当便利なんですけれども、わからない方には本当とっつきにくいと、いうところもあるかと思います。それでですね、まあ今日お越しいただいた、お越しいただいた皆さんにですね、どんな情報発信があるのか、はい、まあ、オプションや先ほど、いや、オプション絶対便利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 、ゲームする絶対便利、うん、便利。深田さんは何かそういうのは、セミナーとか、本とかそういうところで紹介されてるんですか。書籍ではオプションの紹介を、はい、させていただいて、なんと半年で絶版になりました。半年で絶版。半年で絶版。え、そんなんあるの。なんか残念なお話なんですけれど、なんかなんかね、私もうちょっといい話ないですか。これからこういうセミナーをやりますみたいな話ないですか。あのこれから東証さんと大証さんから依頼をいただいて、セミナーを開く予定があります。なるほど。東証大証、取引所というとね、黙ってシステムを作ってるだけと思ってる方もいらっしゃるかと思いますが、東証さんと大証さんのセミナーの出先がこっちに来たりするんですよね。まさにね、積極的に情報発信してる場所だと思うんですけど、いかがでしょうか、高谷さん。松尾さんも、はい、よく株価にお邪魔して、そうでなんでこんな講師の方を呼んできましたとかっていう、そういうパターンで、高谷さんが、株ドットコム証券で、講師をやる。そうです。ほんで、はい、一緒におつるんでやってるんですよね。なるほど。松尾さん、その辺の情報発信はどうですか。代償として同じようにやはりこうやってるんですね、はい。松尾さんも講師をなさってますよね。そうですね、インターネットなどで時々やってます、はい。なるほど。逆にこう取引所に、皆さんがですね、講師として呼ばれると、そういったこともあるんですか。もう前からお願いしてますね、はい。あと東証ではですね、先ほどの個別株オプション、まあ、この東証の社員が講師になってセミナーというのを定期的にやってまして、はい、10月でいうと、10月の3日に東京で、あと今回大阪も10月6日にやったりもしてます、ね。なるほど。今度はぜひ深田さんもですね、講師に来ていただいて。なんで今これオファーしてんですか、ここで。そういう場なんです。いやいやいや、すいません、なんか私が営業しました。あ、しました。今仕事の話は後でお願いします。ちょっと営業しましたよね、今ね。そういうセミナーの情報なんかはあれですか、ウェブサイトで。そうですね、ウェブサイトで公開しておりますので、はい、皆さんチェックしていただきたいと思います。それからあれですね、まあ、深田さんの絶版になった本は、はい、まあ、中古で探していただきたいと思います。ぜひ ね、 とかね、新しい切り口で、ね、とかね、売れる本をですね、また出していただきたいと思います。8年前の未熟な本ではなくて、もっともっといいの書けますから、いつでもご依頼ください。これまた今営業しました。すいません。そうですよね。すいません。執筆依頼も受けますよって感じですね。はい、いつでもお待ちしております。本当にオプション便利で
ですからね、あのニッチもサッチもいかないような相場って。だってそうだと言いながら全然飲んでないねんもんね。そんなことないか。飲みが足りない。どうもお疲れ様です。すいません、乾杯で忙しいところ、はい、間もなく時間なんで、一言ずつですね、テレビをご覧の皆さんにですね、言いたいことがあったらおっしゃってください。では高谷さん。そうですね、デリバティブ非常に便利です。先物オプション、分かってしまえばもう非常に便利ですので、ぜひ、個別株オプションだとかトピックスを、試してみてください。はい、ありがとうございます。松尾さん。はい、先物は株以上に実は単純な商品で、銘柄なんかも何にもないんですね。対象資産これだっていうだけです。それで今回出たそのオプション、これ実は買いに関してはもっとある意味単純で、証拠金もいらない、要は権利を買う買わないだけなんでですね、まずオプションちょっと怖いかなと思っても、この買いの方から少し試しにまずやって、そこで失敗すると実は売っとけばよかったんだっていうのが今度は逆に分かると、そのぐらいから始めるのがいいかな。そういう簡単な入り口があるということですね。石田さんどうでしょう。はい、まずね、デリバティブとかオプションとかっていうのも多分食わず嫌いの投資家多いと思うんですよ、食わず嫌い。そう、なんとなくなんか難しそう怖そうみたいな感じで手をつけてない人が多い。でも萌ちゃん言ったように、多分使い始めたら実はものすごい便利なツールだから、一回東証とか代償とか のセミナーとかに行って、ちょっと勉強してみたらいいんじゃないかなと。でちょっとかじってみたら、あ、これ便利じゃん、これ面白いじゃんって多分思う投資家増えてくると思うんですよ。まずはね、東証代償のセミナーにね、ちょっと足を運んでいただいて。そうですね、まずは覗いてみようということで、ね、覗いてみようって感じで。はい、うん、はい、ありがとうございます。深田さん。はい、ニッチもサッチもいかない相場、日経平均上がるのか下がるのかよく分かんなくて、横ばいの時は上と下を売って儲けるっていう戦略がオプションにはあるんですよね。なるほど、だから絶対その、ゲーム中は絶対できない戦略を取れるので、絶対これは勉強して得、はい、なのでみんなやってくださいね。はい、ありがとうございます。では六谷さん。はい、ちょっと私最後半はちょっとずっと聞きに回ってたんですけども、なんかこうお話の内容を聞いてると、まあ、仕組みのお話だったり便利だよって、すごくいいから使ってみてねっていう、まあお話だったと思うんですね。まあ、それは全然いいと思うんですけども、私がこうぜひ皆さんにこう伝えたいメッセージというのはですね、例えば日本って資源がすごく 外国に依存している国ですよね。いや、例えば日本がエネルギー、まあ、オイルを各国から手当てしようと思うと、やっぱり先々を見越した戦略だとか、食物もそうですよね、先々を見越したことを考えないといけないと、どうしても先のことを考えないといけない。先のことを考えたときに、1年後、2年後のエネルギーだとか食料を確保しよう、食べていくために、生きていくために必要ですよね。そうなってきたときに、やっぱりリスクを抑えるために必要なのが先物取引の仕組みなんですね。要は儲かる儲からないっていうのは確かにそれもあるんですけども、先物市場というのは日本人にとってはすごく重要なものなんですね。だから日本でできたわけですよね。で、それが儲かる儲からないの話で終わってしまうと、なんか僕寂しいなと思っててですね、もっと先物取引の重要性に日本人に気づいていただいて、日本の市場が要はアジアの中心地、ハブである必要ってすごくあると思うんですよ。すごく分かりやすく言うと、例えば中国に、上海に、マーケットの影響が取られたと。で、日本で輸入する、例えばゴムにしてもエネルギーにしても、上海で経由して日本に来る場合って輸送コストかかるんじゃないですか。で、東京で取引された方が絶対日本人にとって好景気なんですよね。じゃあ日本人がやっぱり日本のマーケットがやっぱり盛り上がるってことはすごく大事だと思ってるんですね。そうですね、もうこれからね、日本のマーケットどんどん大きくねしていきたいと思います。それなので、このデリバティブの重要性っていうのはね、今後もずっとね変わらないわけですよね。で、なんていうんですかね、日本のマーケットを盛り上げるためには、そういった実需家の方ですね、エネルギーだとか、もちろん食料だとか、そういったものを手当てする会社の人たちにもどんどん取引してもらわないといけないですし、そういった人たちが取引をしたいときに、いつでも売ったり買ったりできるためにはですね、マーケットは流動性がないといけない。なので、日本人にもデリバティブ怖いということで毛嫌いするんじゃなくて、儲かる儲からないというだけじゃなくてですね、はい、我々もね、どんどんね積極的に動いて盛り上げていきたいと思います。そうですね、極端な言い方だと国益が私はあると思ってるんですね。そうですね、はい、ありがとうございます。最後に河合さん。はい、はい、私もね、ここ1年ぐらいで気がついたすごいことがあるんですけど、はい、あれだけ硬いと思われてた、半官半民で硬いと思われてた東証さんと代償さんが実はこんだけ柔らかいんですよ。なるほど。で、はい、営業バリバリしてるんですよ、はい、で、その営業をバンとぶつけてやってる、この開かれた代償東証っていうのを
この営業力っていうのはすごいからきっとデリバーは行くんだろうなと広がりますよね。ね、うん、思ってるんですけど、さらにそれよりすごい営業っていうのはこの人やな。キャンペーンがある。はいはい、そうですね。ということでこの大商東商、開かれた大商東商のこの営業力っていうのを信じましょう。はい、そうですね、はいはい、あっという間にですね50分過ぎましてですね、時間オーバーしてですね、スタッフが睨んでおりますので、はい、そろそろですね終わりたいと思います。僕はちゃんと開きましたよ。テレビご覧の皆さん、これを機にですねあのデリバティブ、少しでも馴染んで積極的にですね勉強していただきたいと思います。一つでは皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。ばかりだから。